んにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。新宿で期間限定で開催されているイベントのようなもの2つに行ってきたので、その情報共有をさせてください。お願いします。ということで、まずは伊勢丹新宿店で開催されているこちらのイベントですね。台南の林百貨店のポップアップストアが8月17日から8月30日までの間、伊勢丹新宿店に出店されています。こちらはすいませんが、写真での情報共有になります。全体がわかる写真がないのですが、現在表示しているスペースが逆サイドにもあるイメージです。商品はかなりゆとりを持たせて陳列されています。基本的にはウェブページにあったものが売られていますが、それ以外では食べ物などが多少ありました。以前の動画でお値段が高いという話をしていますが、品質は良さそうでしたので、買っても損はないかなと思いました。そんなところですね。続いてはこちらです。台湾カステラ専門店の大楽丹顔が京王百貨店新宿店に期間限定で出店されているので、そちらに行ってきました。こちらは8月11日から8月31日までとなっておりますが、調べてみると割と頻繁に出店しているようなので、また次の機会がすぐに来そうではあります。はい、ということで買ってきました。大楽丹顔では4種類の台湾カステラを販売しており、4種類全部詰め合わせのものにしました。カステラ1つの大きさは縦 6cm、 横 8cm、 高さ 7cm といったところです。それではいただきます。そこそこ固めに仕上がってますね。カステラはほのかに甘い程度の味付けになっています。牛乳などと一緒に食べるといいのかもしれません。好みが分かれるかと思いますが、私はもう少ししっかり味を感じられる方がいいかなと思いました。個人的な感想として、チョコレート味以外は全部味が薄いかなと思ってしまいました。チョコレート味はチョコレートケーキみたいな感じで、チョコレートの風味をちゃんと感じられて美味しかったですね。チョコの粒が入っているのが大きいのかもしれません。一番おすすめはと聞かれたら、迷わずチョコレートと答えるぐらいにダントツで美味しいと思いました。こちらは以上です。最後にイベント情報のまとめをして動画を締めます。8月17日から8月30日までの間、伊勢丹新宿店に林百貨店のポップアップストアが出店されています。もう一つ、8月11日から8月31日までの間、京王百貨店新宿店に大楽丹顔が出店されています。興味がある方はぜひ行ってみてください。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。